皆さんこんにちは。開幕から首位を走っていた阪神タイガース、交流戦後は一時期不調に陥りましたが、夏場になると息を吹き返し首位を独走、8月には破竹の10連勝をマークするなど素晴らしい成績を収めていました。そして8月16日の広島との対戦で見事勝利、これでマジックが29点灯したのです。見事な快進撃でマジックを点灯させた阪神、このまま突っ走ることはできるのでしょうか。またなぜここまで強くなったのでしょうか。そこで今回は阪神の強さの秘密やこのまま独走できるのかについてご紹介していきます。阪神が接戦を制し優勝へのマジック29を初点灯させました。試合後、岡田監督はまだまだソラーレよ、全然関係ないよとマジック点灯についてコメント。優勝争いの中、普通のプレーが難しくなってくることもあるかと振られると、え、どこと優勝争いしてるの、わからんけど俺らは一つずつ勝っていくだけやんか、別に優勝争いとかしてないでと岡田説で改めて平常心を強調しました。ちなみに現日程での最短 V は9月5日の予定で、ファンとしても早く優勝する姿を見せてほしいですよね。この日先発の大竹耕太郎投手は初回に先制点を献上しましたが、直後2回の攻撃で打線が奮起、木朗誠也選手の左前敵地打で同点に追いつくと、近本選手、中野選手の連続敵地打で勝ち越し、5安打4得点と相手先発栗選手を攻め立てます。大竹選手はその後2回に1失点、6回西2塁から上本選手に3失点目の敵地打を浴びたところで降板となります。大竹選手は7月26日巨人戦以来中20日で臨んだマウンド、追い上げを許しながらも6回途中7安打3失点と粘りを見せます。その後は2番手桐敷選手が回またぎで1回3分の1を無失点、8回9回と救援陣が6つなぎリードを守りきります。勝てばマジック点灯の前日15日の同戦では連勝が10で止まる失点で逆転負け、一夜明け佐藤輝選手をスタメンから外すなど打線テコ入れして臨んだ一戦でした。この采配が見事ハマり逃げ切った阪神タイガース、18年ぶりのアレで1日遅れのマジック点灯を決めたのです。思えば一時期不調があったとはいえ、ほとんど首位独走でシーズンを走っている阪神、昨年は開幕から連敗を重ねるなど不振でしたが、一体なぜここまで強くなったのでしょうか。一番の理由は得点力の高さが挙げられます。実は阪神得点数が12球団で一番多い412点をマークしています。ちなみにホームラン数は12球団で11位の54本と多くはありません。でも得点は多い。その理由の一つが1番の金本選手、2番の中野選手の1点2番コンビが大きな理由でしょう。この2人が高い確率で出塁しクリーンアップにつないでいます。そして本塁打が少なくても足を使う、犠打、エンドランを決める、タイムリーが出ると、このように役割分担がきちんとしているのです。実際盗塁数はリーグトップの57盗塁で、近本選手はリーグトップの21個、中野選手はリーグ3位の14個の盗塁をマークしています。これだけ盗塁しているということはそれだけ出塁しているということ、このように1、2番が得点に多く絡んでいるのです。本塁打は少ないですが、4番の大山選手はリーグ5位の59打点を挙げ、5番の佐藤選手もリーグ7位の56打点をマーク、クリーンナップもきっちり仕事しています。一方失策数はリーグトップの62個と多いですが、守備力が低いわけではありません。むしろ向上しており、特に今年から2塁にコンバートされた中野選手は今年ゴールデングラブを狙えるほど守備でも活躍しています。捕手も梅野選手と坂本選手と守備に定評のある捕手が2人おり、課題のショートも木朗選手と正番選手がうまく競い合っています。センターラインがしっかりし、
僅差の試合であってもしのいで、チャンスをものにできているのです。また、阪神を語る上で外せないのが投手陣の良さです。チーム防御率は 2.75 と12球団1位の数字を記録している阪神。先発は村上選手や大竹選手など揃っていますが、リリーフが非常に充実しており、クローザーの岩崎選手は防御率 0.82 と抜群の安定感を披露。ケラー選手、島本選手、桐敷選手も防御率1点台と非常に安定しており、投手が良くて得点能力も高いことが今の阪神の強さと言えるでしょう。特にその強さが現れたのが先週行われたヤクルトとの3連戦でしょう。今季は低迷していますが、昨年まで2連覇を果たしたヤクルト相手に全て僅差で勝利しており、試合内容を見ても投手陣がしっかり粘り、野手が勝負どころでしっかり仕事ができたのが勝利できた大きな要因でしょう。この野球のうまさは岡田彰布監督が3分の1の試合をうまく運んでいる、強いチームへの土壌作りをうまくしたと言っていいでしょう。こうした強いチームを作り上げ、ついにはマジック点灯した阪神タイガース、このまま優勝することはできるのでしょうか。結論から言えば問題ないとは思います。とはいえ不安な面も当然あります。先日の試合で左手首付近に刺球を受けた梅野選手が試合中に病院に行き、試合後に左尺骨の骨折と診断。岡田監督は今年は無理でしょと明かし、ここに来て正捕手離脱という痛い結果となってしまいました。またリリーフがいいとはいえ、先発陣が最近やや不調気味でリリーフに負担がかかっているのも気になるポイントです。特に前半戦無双していた大竹選手は後半戦で失速気味。大竹選手はホークス時代も後半につれて調子が上がらなくなりシーズンを終えたことがあるので、このあたりは心配ですね。またシーズン完走経験のある西勇輝選手も不調。村上選手は完走経験がないため未知数と不安は残ります。とはいえ不調だった青柳選手が徐々に調子を取り戻しており、1年目からローテ入りし活躍していた伊藤将司選手もいます。連敗することはないでしょうし、そのまま突っ走れる可能性は高いでしょう。ですがここからまくられた経験も阪神にはあります。もっとも現岡田監督はその経験のある監督、慢心することなく突き進めてくれるでしょう。8月に入って快進撃を続け、マジック点灯した阪神、2005年以来の優勝を手にできるか、今後の快進撃に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。